ほとんど生音な気がしないから、はい、生音にします。大丈夫ですか？出てますよ。大丈夫です。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。レアルです。正確に言うとレアル3分の1です。3分の1、はい、今日の2人がですね、基本的にレアル3人でやってますけど、2人が、今日はお仕事で来れません。残念。はい、ね、なんか俺だけ遊んでるみたいな感じだけどね。いやいや、そんなことないですね。やっぱここは自営業の強みね。そうですね。そうそう、あの今日休んでも明日やればいいやったわけですね。でもしわ寄せ来ないですか？はい、しわ寄せは来ないですか？しわ寄せ、しわ寄せが来ると仕事ありません。あ、そうですか。そんな仕事ありません、僕には。基本的にですね、設計事務所、建築家やっておりますが、わりかし ね、今ないよ、仕事は。本当単価安いし。それでレアルですね。リアル。リアル。はい。本当はね、今いいんだけどね。じゃあ、ボツボツいきます。はい。初めて参加しましたけども、いっぱい結構いろんなことやってるんですね。いろんなことを楽しそうに、はい、でなんかラーメンがやっぱ美味しいですね、この辺ね。食べました？ラーメン食べません？さっき食べましたよね、はい、肉ラーメン良かったですね、バンダイ食堂。あんな肉多いと思わなかったよね。
なんかね、サッカーの肉がここに挟まっててですね、とってもちょっと歌いづらいという感じですけどね、そんな感じでやっていますが、わりかし今回の男の手初めてやらせていただきましたが、松前田がなんかみんな緩くやってる感じね、なんかすげえ緊張感あってガチガチじゃないんだね、なんとなく緩くやってて、あ、間違えちゃったみたいな感じでそんな感じでいいみたいね。それなんでね、すごい僕は安心してね、あ、今日間違っていいじゃんみたいな。ダメだね。ダメなの？冷たいね、ひどいね。そうなのね。はい、ということで、間違ってもほら、わかんないよね、誰も。さっきみたいにさ、こうさ、誰も知らないみたいになるとわかるじゃないですか。でも僕やってること誰も知らないもんね。そう、誰も知らない俺の歌みたいな話だね。はい、な感じで。本当はね、3人でやるとですね、もうちょっと色気があっていいんですけど、すいませんね、色気全然なくて、まあ、ヒゲは生えてますけどね、はい、じゃあ、青い鳥という曲。
るという曲です。なんかあのエコーが、あ、こんな感じですね。エコーね、さっきなんかエコーかかった時になんかすごく気持ちよくなっちゃったのね。なんかお風呂に入ってる気がするみたいな。なしだと寂しい気がします。あの年をね、年取ったじゃない、俺ね、そのエコーがない状態でエコーが喉にかけられない。あの喉に過去も欲しいぐらいだから最近はちょっと少しだけ、そうだね、あのもう少しあのなんだろう、ここの北方って言うんですか、北方に来て分かったんですけど、今やってる方とかこう動いてる方ですか、結構知ってる人多いんですね。びっくりしました、ね、なんでこれあるんだろうみたいな。なんだろう、僕群馬から来たんですけどね、群馬で会う人とほとんど同じように会ってるんですね。不思議ですね、場所が違うんだけど同じように会うっていうか ね。であの5月に会ったですね、新潟の人とまた今日も会ったんですね。その前にも明治で会ってる人がいたんですが、さっきそこでお酒飲んでぐるぐる待ってね、その人に会いましたね。ちなみにですけど、あのちょっとサッカーずっとね、ご気になってるんですけど、あのちょっとごめんなさいね、あのライブ中にごめんなさいね、浜田君何勝のどのくらい飲んだお酒、今日日本酒どのくらい飲んだ。3杯だけ。あ、そう、あ、そう。なんかさっきライブ見てて出来上がってんな、中から出来上がってんな、浜田マスに撮ったけど。そうか、これやっぱお酒の美味しい地域だもんね、この辺ね。なんてね、偉そうなこと言ってますけど、僕お酒飲めないんですよ、全く。お酒飲めないんで、お酒を飲む人の気持ちが分かりません、ごめんなさい。全く分かりません。はい、で、まあ、サクサクと言っちゃいますけどね、次の曲ですね、ちょっとこれ、早いテンポなので、手拍子なんかするとですね、とっても大変だと思います。ですから、もう手拍子もいいですけど、足拍子でもいいんですよ。とにかくなんかあの私も参加してるんだっていうところをですね、こっちに意思表明していただくと、僕も頑張っちゃおうかなみたいな気持ちになれるので、ぜひよろしくお願いします。
ください。ありがとうございます。それではお待ちどうさま、最後の曲になります。やってました、最後の曲です。ゆきおさん、次あなたたちですよ。本当に、もっと遅くねえか。何やねん。なんですかね、わりかし、ほら北方という町は暖かい町だと聞いております。ただメンバーがですね、ほとんど知り合いじゃんみたいな。そうするとここって群馬のアウェイと同じじゃんみたいな。そんな感じで最後の曲やります。そうですね、やっぱり50何年も生きてくるとですね、お姉ちゃんの話も一個や一個あったりもするんですが、あ、もっと負けと喋るのとお前の練習はいらないと、そうそう、好きですよ。あなたのことはとても大好きです。それでは羨ましいのたまたま羨ましい。キモい。50過ぎるとだんだん恥ずかしいがなかったくらなんか最近は人前で手やったのも全然恥ずかしくないんだ。さっき本当にキスしちゃおうと思った道端で。なんか俺もうちょっとアメリカ人みたいな感じで。本当に本当に本当に。じゃあ最後の曲ね、悩みに送るという曲です。できれば僕も